先日した通り、多くのメディアはコラボのずさんな税金の使途の問題等の報道をしない中、注目度の高いガーシー議員がこのコラボ問題を質問主意書として提出していることから、どうしてもメディアがこのコラボ問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間はコラボ問題を追及する質問主意書を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み、質問主意書を提出できなくすることでこのコラボ問題に注目が集まることを防ごうとしている可能性をここで指摘させていただきます。